やばい、これはやばい。あーあああジェフ、お前いいやつなのに。ああジェフどうしてだ、なんでなんだよ、めっちゃ黒いねお前。大体の研修は終わったわ。喉と目が潰れているけど、死因は腹部の傷でしょうね。それと内臓の一部がなくなっているわ。取り出した。わ、なんか儀式かな。ここ教会でさ、そんな体の一部が欲しがるとか儀式かな。なんか儀式で使いますみたいな感じになっとるやないが、お前の内臓をいただくぞみたいな。生きたまま腹部を切り裂かれている。ただ防御層もないし抵抗した痕跡もないのが不思議ね。え？やばい！昨日ジェフが言おった話と、なんか総合的に考えれば、ジェフが自ら進んで生き贄になりようみたいな、選ばれたものだから光栄なことなんだよみたいな、そんな感じが聞こえてくるわ。生きたまま。ありがとうノワール。みんな一旦部屋に戻りなさい。このキッチンはしばらく立ち入り禁止だ。いいね。なんでお前そんな冷静なんやねんお前。お前冷静すぎるぞお前。もうちょい語彙出せよお前。演技で意見動揺出しとけお前。わあやべえ、ルイス絶対お前何か隠しとるわ。チューチュー。あ、なんだ？集中しよったら誰か来て、あ、ベティか。ローゼ、ちょっといいかしら。うん。びっくりした。まさかこんなことになるなんて。お前なんか、そういう死体見てれば真っ先に吐きそうなのに意外と顔色いいな。でもいつかこうなるんじゃないかって分かってたわ。だって私たちは、言う必要ないよね。ロゼも私たちと同じなんだから。だからみんなその同じってなんなん。知らないよわし。わし知らないよそのこと。払わせてくれもんみんな。何かみんな知っとるんか、なんか、なんだろう。どういう意味？隠す必要はないし、知らないふりもしなくていいの。ここは私たちみたいな人が集まる場所なんだから。お前らみたいな場所って、どう考えても、孤児集められとるようにしか見えんけどな。それより、さっき国会室に怪しい男が入っていくのが見えたんだけど、彼も私たちと同じなのかしら。怪しい人？まあ出てきてないの、なんだ？ふふ、ローゼ、気をつけてね。ここにいるみんな、嘘つきよ。何その顔！ベティ、お前がそんな顔するところ見たくなかった、俺。え、嘘つきって、お前、ライアーゲーム始まるよね、お前。なんか知らんけど、いずれからライアーゲーム始まってきとんだよ、お前。おい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 。騙し合いの世界に入ってきたぞお前。生き残るためには嘘をつくしかないんか。ベティ、昨日と雰囲気が違う。国会室に入っていった男の人も気になるけど、ベティの話どういうことなんだろう。謎が謎を呼んでる。そして教会について調べることと、怪しい男について調べる。国会室と、とりあえず国会室やな。とんでもない事件が起きてしもた。国会室か、とりあえず。ん？マップが開かん。あ、来た来た。国会室が、あ、近いな、結構。こっちか。こう行って、こっち登って、ここや。わ、なんかあるわ。重要なところ来た時って、なんかこういう演出入るな。話し声。あ、集中モードか。集中モードで話聞けばいいんか。血がついてますけど。血がついてますけど、またルイス、お前。え？ファル？どうかしたのかい？誰かと話しとるで、ファルとかいう謎の人物と。なんだよ。神父様、僕はどうしたらいいんだ。忘れられない
憎くて憎くて仕方がないんだ。誰なんこの人。ファール、復讐は生きる糧になる。けど、このままだと苦しみは終わらない。何の話なんだこれ。誰なんそもそも、このファールって人。なんか話しとんな、神父さんと。誰だろう。怪しい人物がおる。さて、もう一つの達成目標がある。教会について調べるって言われても、どこ調べに行けばいいかわからんけんな。まだ行ってないところ行けばいいんかな、こういうんって。あ、神父さんの部屋。あ、ちょっと待って。あ、そうか、隣の部屋から窓越しに話しかけよったって感じか、これ。あー、ローゼ。すまない。今はちょっと手が離せないんだ。後でいいかな。これ、集中モードで歩き回よったら、なんか、ひょんなところでなんか見つかるかな、なんてことを思いながら。移動力が挟まるけんやめとこう。ね、子供たちの部屋には何もないかな。マップ見て。どうだろう。どうだろうと。ラウンジとかのところ行けるんかな、今。こっちか。こっち方面あんま空いてないんちゃうんか。こんな部屋もあるんじゃ。けど必要な情報はなさそうやな。集中モードで何も出んけん。あ、出てきた、出てきた。出てきたけど、なんか、これ立てて調べとかなあかんようなもんあるという感じでもないか。こう、アイテムを漁ったりはまあできるんやけど、別になんか特段必要なもんが、教会の秘密に迫るようなもんはないよな。うん。ライブラリー。本がたくさんある。聖書が多いんか。拷問全集。ワイドエグいもんもあるな。あー、なんか重要なところ来た時ってこんな演出入るな。毎度毎度教会の記事。おいおい、なるほどね。この教会何か過去にあったみたいな感じにも見えるな、これ。あ、あ、集中モードで調べなあかんのな。人里を離れた山奥にぽっつりと立つこの教会は、元は修道院だったものを神父カーティス・グレイによって教会として運営されるようになった。カーティス・グレイ、まあ出てきないキャラやな。教会には孤児たちが住める部屋もあり、孤児院のような役割も担っている。神父によってプライバシーがしっかりと守られているため、里親や里子に出された子供の情報は得られなかった。神父は優しく素晴らしい人格ではあるが、教会は立地のせいか薄暗く、その暗さが時として神秘的にさえ思える。バーガンディとはワイン色という意味が持つが、カーティス神父に教会の名前の由来を聞くと、ワインの色が好きなんだ、もちろんワインの味も好きだよと笑って答えた。それ血のワインとかいう話じゃないんだろうな。そういうシャレじゃないんだろうな。グロいシャレじゃないんだろうな。お前、子供の血のワインが好きなんだよみたいなことを言ってるんじゃないだろうな。不気味ないよなこれ。紋章が昨日拾った指輪と同じ。あ、ほんまやな。関係があるな。カーティス神父。でも、今の神父様の名前はルイス。わ、カーティスのことを殺してルイスが神父になり変わったみたいな感じなんかな。本は新しいものみたいだし、神父様、最近変わったばかりなのかな。暴力で。やべえ、そうにしか思えんようになってきた。大人に見せた方がいいよね。あー、神父以外の大人といえばまたノワールさんか。ノワール先生か。この子で言う大人はノワール先生にしかないな。ノワール先生どこなんだろう。これをさ、ルイスに見せたら絶対にやばいことになる。やばいことになるんよ。
ずっと気になってるんだけど、ロゼと神父様ってどんな関係なの？神父様はロゼを見る目、僕はそう見られたいのに。そういう意味深なことで見られてもらえます？同人誌のネタにしないでくださいね。それはそうと、どこにおるんだったっけ。神出鬼没やけんな。ノワール、おるやすぐ見つかった、ありがとうノワール。君が神出鬼没でいてくれて、目の前にすぐに現れてくれてありがとう。絶対に君だ、絶対に君に見せるんじゃ。ローゼ、どうしたの。僕とでもありそうな顔してるわ。これ昨日の夜指を見つけたの。グロテスクだなこの申し出はすごいグロテスクな話やんな。すごいものを持ち歩いておるわねそうやなそうやな。すぐに判断するのは難しいけど、切断されたのは1ヶ月前後ってところかしら。ロゼ、どこでこの指を。客室。この指輪に入っている紋章、この教会の刻印ね。私も詳しく調べてみるわ。ロゼ、気をつけて。なんだか良くないことがこの教会で起こってる気がするわ。あなたもここから連れ出してもいいのだけど。連れ出してくれ、俺だけでも助かりたいんだよ、連れ出してくれ。もう少しあなたから信頼されたからにするわ。私はロゼを前から知っているけど、ロゼは私を覚えていないものね。本当はあの時、いえ、何でもないわ。さあ、もう部屋に行きましょう。神父様からあなたの寝室をするよう頼まれてるの。この指は私が預かっておくわ。わあ、なんかこう見たらさ、ノワール先生さ、仲間な気がするな。最後の最後まで仲間でいてくれそうな気がするな。そうであってほしいという願望を混じってやけどさ。ロゼ、もう起きていいわ。診察である。私の病気良くなってる。そうね、進行自体はすごくゆっくりになってるわ。そう、すごくゆっくりってことはゆっくりでも進んでいっきょうってことじゃ。止めれんのかな、今の技術だったら。ロゼが病気じゃなかったら、きっと今のあなたではないし、私もロゼと出会えてなかった。病気は悪いことばかりじゃないわ。でもクロモ王者、最後には死んじゃう。私のママがそうだったように。死が終わりではないわ、ロゼ。それにあなたはまだ生きてる。死が終わりではないわ。なかなかちょっと受け入れにくい言葉やな。ロゼのお母さんは苦しまずに眠るように亡くなったでしょ。本当に眠っているみたいだった。だから何度も起こしたの。でも起きなかった。そしたらパパが。ロゼ？パパ。ロゼ、いいの、これ以上思い出せなくても。なんかパパでなんか嫌な思い出があるんかな。パパ何したの？こんなお母さんがどうか。あー、エモいなこれさ、メッセージウィンドウ消せたりせんかなって思うんやけど。消せたりせんかなって思うやろな、メッセージウィンドウ。文字とかなし、ウィンドウとかなしのさ、ちゃんとした絵の状態で見てみたいよ、これ。わあ、かわいい子。純粋で無垢。だからこそ、あなたのお父さんは。ボンヌ・ニューイマ・シェリー。おやすみ、私の愛しい人。わあ、ユリアン。あ、ユリアンじゃなくてね、ユリアンレトリーバーじゃなくてユリアンって言ったからね。ノワール？まだ変な時間に起きちゃった。ノワールどこに行っちゃったんだろう。これノワールが死んどったら俺泣いちゃう。ノワールがここにいたっていう痕跡、ノワールのいい匂いとかないかな。ノワールのつけてた香水の匂いとかないかな。ないか香水つけない派なんだな。なんだお前こんな時間に起きて。ローゼ、こんな時間に何してるんだ。今キャロルとベディが喧嘩してるみたいでさ、
まだ起きてるようなら気をつけろよ。喧嘩？わかった。キャロルとベティだろ、あの二人。結構仲良さそうなのにここに来て、どうして？ところでノワール見てない？さっき応接間に入っていったのを見たな。そう、ありがとう。わ、ノワールも気になるけど、なんか二人の喧嘩も気になるな。さっきそっち見たいけど、集中モードで話だけ聞けんかな。言い争う声けど内容まではわからんか。内容までは、盗み聞きは良くないか。応接室って言うたっけ、ノワール。間違えた、集中モードじゃなくてない。マップよ。応接間か。応接間はここ。よっしゃ。つまりだ、ここ下降りてここか、応接間。え、ここやっけ。待って待って、あ、違うわ、廊下来ちゃった、間違えた、違った違った。だったら、あ、ここ上上がってか、ここ上上がってからこっちか、ここか。あ、おるわ。雰囲気暗いな、ここ応接間とは思えんぐらいに。ノワール、あら、ロゼ起きてしまったな。起きたらノワールがいなかった。ごめんなさい、昼間預かった指について調べてたのよ。なんだ、おお、もしかして指の指紋とか調べてたら誰の指だとかわかるんかな。指輪を見て、この印はこの業界のマーク、つまりシンプルのものよ。ああ、指紋とか調べる以前にそれでわかるんか。図書室で読んだカーティス神父のもの？そうね、おそらく全神父カーティスの指だと思うわ。腐敗から見て切断されてから1、2ヶ月前だと思うけど、少し調べて分かったのは生きてる時に切断されたってこと。あ、こいつもか。なんか生きとる間に体を捧げさせられとるみたいな。捧げさせとるんだったらこんな床に落ちとるわけないか。やけどな、生きとる間にどうにかこうにかしすぎないよな。私はロゼと同じタイミングでこの教会に来たから事情は知らないけど、言えることはこの教会はおかしいってことね。漠然としてるけど、まあそうやな。少し、もう少し教会について調べてみるわ。気をつけてね、ノワール。大丈夫よ、ロゼ、私はずっとあなたと一緒にいるわ、ずっとね。なんかさ、ノワール先生、味方なんか、実は味方やけどちょっとやばいポジションの人間なんかみたいな感じの発言するよね。味方かもしれんけどさ、あなたは私が守るわみたいな感じでヤンデー的な感じで近くに行ってそうな感じもするよな、その言い方。そのずっとねって言い方さ、近くに確かにいてくれるんやけどさ、やべえ感じでいてくれそうな気がするよな。大丈夫か、大丈夫なんか。それはロゼにとっていい感じの立ち位置でいてくれる感じなんか。怖いわ。どうした？ああ、ロゼ、もう一つ、教会に来てるファルって男でも気をつけなさい。ちょうど今客室に泊まってるわ。おったな、昨日神父さんと、昨日か、まあ神父さんと話しとったな。おっと、だから客室のところに行く、気をつけなさいって言いながらもその男のそばまで行ってしまう。リスキーだぞ、普通に考えたらリスキーな行いだぞ。どこだったっけ、その客室。いちいちマップ開かな覚えれんもんなよな。客室、客室やったっけ、あれ、ごめん、どこだったっけ。客室やな、ってことはこっちでないか。え、てか近いでないか、すぐ隣でないきたー、なんか演出来ました。何かあった場合の演出来たぞ。おい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 、この先何かあるぞ、この先やばいもんがあるぞ。声がする、ファルって人かな。なるほど、
この出番か、集中モードの出番か。入った？違うな。聞き目もいたって言うんか？おっと？償わせるんだ。けど、思い出せない。思い出せるのは、あの冷たい目だけ。誰の話だろう？近くに感じるんだ。あいつがいるって。ドイツだ？リーラ？もうすぐだ。もうすぐだよ、リーラ。僕の妹、リーラにしたことを、あの悪魔にも。自分の妹の仇を探しとんか。可愛い女の子。こんなショートヘア、俺好きなんよな。誰か探してるみたい。神父様なら何か知ってるかな。あれ、ベティおるで。それよりも、ベティこんなところおるで。チワ喧嘩、チワかは知らんけど、喧嘩した後にここ来たんか。何の喧嘩しよったんだろう。ロゼ、まだ起きてたのね。私は逃げてきたの。キャロルから。めんどくさい話は嫌いなの。どんな話しよったんお前ら。キャロルは、ああ見えていじめられっ子だったらしいわ。理由？親がいなくて貧乏だったからって聞いてるけど。私とキャロルが出会ったのは、ここに来る少し前だから詳しくは知らないの。そうか。そういう過去があるんやな。キャロルと出会った時面白いって思ったの。けどそうでもなかったわ。ロゼといる方が楽そう、楽しそう。結構な喧嘩をしてしまったらしいな。この話からしたら結構な喧嘩してしまったらしいな。もう決別するレベルの喧嘩をしてしまったらしいわ。神父ルイスか。神父の部屋ってどこだったっけ。こっちか。ここだったっけな。あ、来たー。演出来ました。重要なところが来た。お酒臭い。部屋におらんの。けどこれがつくってことは、集中モードでなんか結構な情報が出てきそうな気がするよな。いるだろうか。強いワインの気配。そして、人の、なあワインの匂い。うわぁ、板金かなんかか、お前は。警察犬かなんかか、お前は。ワインの匂いを追って居場所を突き止めるのかな。なんか、捜査に協力してくれないかとか言ってくれそうな。なんか、二手に分かれとるけど。なんだこれ。上に行くべきか、下に行くべきか。とりあえずさっき下見てみようか。なんだよ。ん？バスルーム。一回風呂行ったんか、酒飲んだ後に。ここか。まっすぐ切る。お、なんだ？誰やっけこれ。機嫌がいいようだ。知らんし。いや、誰やっけこれ。あー、神父でないか。後ろ姿やけん、ちょっとわからんかったけど、おるんやな。ロゼ、まだ起きてたのかい？何か聞いたそうな顔をしているね。隠しに詰まっているファルって男の人、誰か探しているの？すごく怒っているみたい。彼は今、この教会で変わろうとしているんだよ。大丈夫。ロゼは心配する必要ないから。変わろうとしてるって何ですか？仮にファルが何か問題を起こしたところで、ロゼはきっと大丈夫。君は特別なんだ。他のことは違う。なんで？何特別とか何？何それ、私の存在意義か。それは存在意義って言葉バンバン出てくるよ。だってタイトルになってるんだもんね。私が特別？なんだ？なんだよ。おーん。そうだよ、ロゼ。私は探しているんだ。君たちみたいな特別な子たちを。その中でもロゼ、君はとても興味深い。ベディもすごく興味があるみたいでね。ああ、そう考えると、ロゼが来てからみんな変わってきてるのかな。君は変えるんだよ、他の人を。
変質者みたいな顔をするな。神父様、話して。ああ、すまない。とにかく、ファル、彼はただ不安定なだけだよ。ロゼは今まで通りで大丈夫だから。それよりも、キャロルの方を気にかけてあげなさい。今、キャロルは一人ぼっち。そういえば、喧嘩したって。さあ、キャロルのところへ行ってあげなさい。彼女は今、自分の部屋にいるはずだよ。あ、ってことは、もしかしてワインの痕跡がさ、子供の部屋の方にあったけど、それって、キャロルの部屋の方に。なぜキャロルの方の部屋に行ったん？神父さん。神父さんがキャロルの部屋に行ったってことになるよね、だとしたら。おいおいおい、その痕跡いつからできてるんだ？二人が喧嘩する前からか？そのあたりでちょっと、どのタイミングで神父さんが行ったかにもだいぶ、なんか話変わってくるんちゃうん？あれ？痕跡は？あれ？痕跡は？痕跡は？消えたんやけど、痕跡が。結構重要な情報じゃないの？痕跡。まあ、ここ。キャロル。完全に痕跡なくなってしまったけど。間違えた。ロゼ、何をこんな時間に。ベティと喧嘩したって聞いた。どうして？へえ、あんたタミーに興味あるんだ。まあいいわ、これどう思う？どれ？日記。カーティス神父がいきなり消えてしまって、新しい神父様ルイスという名前でとても優しかったけど、どんどんみんないなくなるんだ。ルイス神父は一人で新しい親が見つかったって言ってるけど、こんな山奥の教会なんてめったに人なんか来ない。僕は明日ここを出る。一人手が見つかったんだ。僕はどこに行くんだろう。本当に新しい家族のもとかな。この日記を見つけたってことは、君は何かを感じてる人なんじゃないかな。変なことを頼むけど、僕を探してほしい。名前を知らなくても青い髪なんて珍しいから見つかると思うんだ。ルイス神父にもよく青い髪を褒められていた。僕が元気に新しい家族のもとで幸せそうだったら考えすぎだったよと、この日記を返してほしい。もし僕がそうじゃなかったら。わ、なんか意味ありげー。犠牲者やな。この教会の犠牲者やな。どう考えても。孤児の日記。日記？そう、書いたのは前にいた孤児みたい。あー、でもそうやな。ジェフの部屋にさ、前のここになんか前になんかおった孤児の荷物があったもんな。次々にいなくなるらしいわ。ここに来た子たちは、ジェフがあんなことになったから、これからどうするかベッキーと話をしたんだけど、まあ意見が合わなかったのよ。キャロルはどうしたいの？簡単な話よ。今はここで死ぬつもりはないわ。あんたもそうなんでしょ？私はここから出ていくわ。行くあてなんてないけどね。たくましいな。もっとひどい状況も知ってるし、まあなんとかなるでしょう。もう話は終わり。出て行ってもらえる？私は出て行く準備をするから。やめろお前。こういうホラーゲーム的なホラー映画とかってさ、一人で出て行こうとしたら大体死ぬぞお前。わ、絶対次キャロル死ぬね。誰か死ぬとしたら次絶対キャロルが死ぬね。ロゼって変な子、何考えてるか全然わかんないっていうか何も考えてない感じ。でもその方が楽。嘘をつかえて隠し事されるよりもずっと。おい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 、死ぬわあいつ。キャロルって変な人。言葉はきついけど悪い人じゃなさそう。そうそう、そういう悪い人じゃなさそうな人がさ死んでいくからな、ホラーって。眠い。わあ、まずいぞ。これ起きた頃にはキャロル死んでるな。俺の勘だけど。うわ、なんだ、あ、雷か。天気が悪い日やな。そうだな、揺れたんだ今。地震とかではないんかな。隣の部屋で何か起きてそう。わあ、まだ誰か一人犠牲になったなこれ。おい、ロゼいるか。どうせ隣の部屋だろ。どうせ隣の部屋だろ。あー、やっぱりだー、やっぱりだー。案の定すぎて笑えてくるわお前。
よかった。急いでキャロルの部屋に来てくれ。おらんのだろ、キャロルが。てか、死んどんだろ、キャロルが。はい、この地で殺しました。この地で殺しました。はい。案の定すぎて笑えてくるわ、もう。おお、不謹慎やけど。ジェフの時と同じよ。でも、キャロルはだいぶ抵抗したみたい。残念だけど、犯人の手がかりにつながるような痕跡はないわ。ダイイングメッセージとかなかったんか。けど、孤児の中でもさ、この死に、このなんか、殺されることを受け入れた人と、受け入れず抵抗した人とで分かれてくるんやな。そうやな、こっから生き残る、逃げたいみたいなこと言おったもんな。エリオット、グレッグ、あなたたち、隣の部屋だけど、何か気づかなかった？どこに何も。僕も知らないな。キャロルとベディが喧嘩してたのは知ってるけど。あ、でもそのベディは？ベディの姿がないようだね。ベディなら中庭にいましたよ。声をかけても無反応でしたけど。二人とも死んでるのに放っておいたのかよ。僕だって何度も声をかけたよ。でもなんか遠く見ちゃってさ、僕なんかいないみたいに扱われたんだよ。二人ともやめなさい。さっき外で大きな夕暮れがあったね。何日も続く大雨のせいで土砂崩れが起きたんだろう。みんな安全のためにも外には出ないように。キャロルは私の方で埋葬しておくよ。ロゼ、悪いがベティの様子を見てくれないかな。もう二人死んだ。もう二人死んだぞ、みんな。やべえゲームだったわ、これ。はぁ。